洗脳教育に何の疑いも持たず、憧れの教職につき近所の養女を出しました。うんと働き、うんと金をすがる真空パックの社会人を生産しようとするこの国の目論みから欠陥商品の烙印をされた A は
バンコクでちょっとしたビルを建てたんだって。アルコール依存症を治すためにスクールに通い、明るい道を開いたなと思った途端ホステスを失いました。人懐っこくて女の子にモテ、生徒会長までやった優は自らを神とする宗教を起こし、結果的に何人もの老人を死に追いやるなんて彼も想像してなかったでしょうね。Yes, Mom. ハンカチもちり紙も持ちました。あと何を持っていけば怒られないで済むんでしょうか。Yes, Mama. 才能が枯れたと思い込んだ F は自らの命を絶ちました。果たして彼をあのビルの屋上までエスコートしたのは誰だったんでしょうか。資本主義の機関式取りだった M は薬と過労で犬死にしました。取り残されぬようにいつも走らされてきたから、レールがあるとみんなつい走っちゃうMom. 宿題も月謝も持ちました。忘れ物するとまたあの先生にぶたれちゃうんだよね。
Come
夏を追い越すくらいに